注目。ここを突くことでアルゼンチンが勝機を見出せるのではと言います。おお、いいところを言ったというね。すごい、あんな笑顔初めて見ましたよ。今日一番の笑顔でしたね。誰も分かってくれないかなと思ったら。ここでハーフタイム。サッカーの見どころはピッチの上だけとは限りません。スタジアムの花、ブラジルとアルゼンチン美女サポーター対決。まずはブラジルからご覧あれ。男性に大喜びでしたけれども、武田さんいかがでしたか、このブラジルアルゼンチン美女対決、どちらが優勢でしたかね。やっぱりブラジルアルゼンチン美女の多さはアルゼンチンなんですけど、はい、多分トップ、僕も住んでてトップモデルが綺麗なのはブラジルなんですよ、はい、なるほど。ただアルゼンチンの女性はどちらかというとちょっときつめの顔をしてるわけですよ。美人の数でいうとアルゼンチン、はい、両方クオリティで言うと両方好きですね。いや決められない決められない武田さん参っちゃいましたね。参っちゃいますね。いやこれは引き分けということで、はい、よろしいでしょうか。武田さん今日の中で一番生き生きしてた、ね、ありがとうございます。ちなみに山本さん、この美女対決どっちが優勢だと思いますか。いやこれは難しいですけど、難しい、来月コパアメリカ現地に行ってくるんで、はい、そこでしっかりと見届けて。いや山本さん、山本さん、真面目に仕事してきてくださいね。さあ続いては両国の2大スーパースターの対決です、はい、サッカー界の生きる伝説、ペレとマラドーナ、両国を代表するスーパースターの魅力を語り尽くしまちゅ。まずはブラジルが誇るサッカーの王様ペレ。15歳の時ブラジルリーグでプロデビュー。その後22年間で通算1363試合に出場、奪ったゴールは1281。ほぼ毎試合ゴールを決めるという驚異的な記録を残しました。ペレの名を一躍世界に知らしめたのが、17歳で出場した1958年ワールドカップスウェーデン大会。その類稀な瞬発力とボディバランスから生まれるドリブルでゴールを量産しました。そして迎えた決勝、この大舞台で自他ともに認める生涯ナンバーワンゴールが生まれます。入ってきたクロスボールをジャンプして胸でトラップ、そのまま浮き球でディフェンダーをかわし、最後はボレーで決めるという芸術的ゴール。ブラジルが生んだサッカーの天才ペレ、王様の伝説は永遠に輝き続けます。加藤さんもね、はい、大興奮してましたけど、見入っちゃいましたね。見入っちゃいましたね。ペレはですね、うん、人間の域を超えた人でですね、まあもう宇宙人ですね。宇宙人ですよと言ってもいいぐらい。そうですよ、あまりにもすごすぎてですね、
だからそのイエローカードとレッドカードとかはそこでペレを止めるために出てきたんですよ。あんまりもうラフプレーが多すぎて。それ冗談で言ってるの？え、冗談なのか。さあロベルトさんが。さあ。超人的なペレのプレーを止めるため対戦する相手はラフプレーを連発。選手生命の危機を感じたペレは状況が改善されない限り次のワールドカップへ参加しないことを表明します。世界的スーパースターのワールドカップボイコット。この緊急事態に FIFA は悪質な反則を行った選手に対する警告イエローカードとレッドカードを導入したのです。ラフプレーでどうしても止めちゃうじゃないですか。ファールとかペレを普通には止めれないから、もうラフプレーで止めてきたと、はい、習慣的な記憶を記録して、はい、自分がボール持った時点でどこに動けばゴールの方を目指せるのかっていうのは彼がもう分かっていたんですね。はあ、そのビジョンがもうあるんですね。そのビジョンももらった段階ではもう次の動きが見えてると。見えてます。そこはさすがにすごいというふうに思います。こっち座った方がいいって。さあ、オジエさんからのスカウト入りましたね。今アベルさんはねレオナルドさんとちょっと兄弟喧嘩してますから、もしかしたら行くかもしれません。いや、明日から俺の兄弟じゃない。俺の兄弟じゃないと。天才に呼ばれていますが、アーティストだったんですよ。同じ技繰り返しない。私に言わせた一番いいゴールは、自分で入れたゴールじゃないんですよ。自分で入れるじゃなくて、パスすることだったんですよ。だからみんなのためにやってたんですよ。で僕はまあメキシコ人だけど、はい、小さいからメキシコで白黒だけで、はい、毎日ぐらいペレ見て、うん、その時あれ僕もブラジル人かなと思って、もうメキシコ人そんなにすいません、今何の話をされてるんですか。ペレはうまいんだけどそんなうまいじゃないんだよ。あ、周りが下手だよ。なるほど。今 VTR 見てると、はい、昔ペレの時代っていうのはすごかったと思うんですけど、うん、ただ、まあ、あの時には白黒だったし、はい、今のサッカーと全然違ってて、それでなんていうかフリーっていうかね、昔は、うん、ペレの周りっていうのはいろんないい選手いたですよ、うん、マラドーナって一人でやってて、どっちがいいかっていうのとやっぱりマラドーナが一番ですよ。ペレ VS マラドーナ、続いてはアルゼンチンが生んだ神の子マラドーナ。15歳でプロデビューを果たしたディエゴ・マラドーナ。1982年アルゼンチンリーグのボカジュニアーズに在籍していたマラドーナは日本代表と親善試合を行います。この試合で見せたゴールは日本のサポーターに衝撃を与えました。1986年のワールドカップメキシコ大会、絶頂期を迎えたマラドーナはゴールの山を築きます。バックスの選手マラドーナへ、この球をそのまま上がる、そして後ろからエンリケが行く、マラドーナ打った、マラドーナ打った、シュート。そしてイングランド戦で伝説のスーパープレーが生まれました。イングランドのパスが2つ3つと続くことがありません。マラドーナ、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 60メートルをドリブルで疾走、後世に語り継がれる5人抜きゴール。そしてこの試合ではこんなことも。マラドーナの華麗なドリブル、浮いたボールを左手でゴールに押し込んだこのプレーは神の手ゴールと呼ばれました。マラドーナのスーパープレーはこれだけではありません。1990年のワールドカップブラジルとの試合ではこんなシーンが。マラドーナはファウル気味の当たりをも跳ねのけ突進、慌てたブラジルは4人で止めにかかります。そのプレーを嘲笑うかのようにマラドーナはディフェンダーの股を抜く一撃必殺のスルーパス。